平野の仕が愛知県岡崎市、キッチンカーフェスティバル、にお忍び参加、アーティスト活動する弟平野陸を家族揃って応援で周囲は騒然。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月3日、TBSK、CDDV ライブ、ライブ、 に出演したキング、リンチェの平野市洋々。生放送だった同番組で貸し間違いをしたことが話題になった。平野さんは5月22日にグループから脱退しジャニーズ事務所も退場することが決まっています。芸能活動は継続するのでしょうが、ファンは平野くんの身を冷めと言わんばかりに応援に熱中。今回の貸し間違いすらもファンへ何かしらのメッセージ。 という憶測を呼ぶほど、その一挙手一投足に注目が集まっています。スポーツ紙記者。脱退を控えても多忙な日々を過ごしているはずだが、とある地方イベントで平野の目撃情報があったという。3月4日と5日の2日間愛知県岡崎市で、キッチンカーフェスティバルという全国の人気店が出展するグルメイベントが行われたのですが SNS 上では、 そのイベントで平野くんを見たという投稿があったんです。ファンの間では注目が集まりました。同スポーツ上記者。弟の平野陸のライブが行われていた SNS では遭遇を羨む声がある一方で、現場に言いましたが、死をくんだいたら騒ぎになるはずだと思うけど、そんな様子はなかった、という声もあり。 目撃情報がせだとする人もいてい、来場を信じるファンと信じないファンの間でレスバトルになっていたんです同スポーツ紙記者。果たして平野は本当にイベントに来たのか。現場にいた関係者に聞いてみたところ、実際に来場していたようだ。5日にお父さんお母さんと3歳になる妹さんと一緒に来てました、よ。 というのも、弟のリクさんもアーティスト活動をしているのですが、実はその日、同イベントの出演者としてリクさんのライブも開催されていたんです。愛知県でのライブは初めてだったそうで、家族揃って見に来ていました。芸能事務所スタッフ、イカう。平野はかなりリラックスした様子だったという。潮さんは黒い T シャツにデニム姿でした。 マスクをしていたものの人目を気にする様子もなく、リクさんの楽屋のテントにフラット顔を出したり、妹さんを抱っこしながら食べ物を販売しているキッチンカーを回っていたそうです。気づいたファンもいたようで、周囲技はついていましたね。グループ脱退、退場まで残り1ヶ月ちょっと。それまで、そしてそれ以降も、ティアラ、キンプリのファン、たちに笑顔を見せ続けてほしい。 平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。